はい、どうもこんばんは。動画撮影担当ケンシロウです。はい、 写真担当相模です。はい、ガヤ担当モミです。モミさんですね。モミだね。はい、モミさんですね。前回からいらっしゃいましたね。ということで、今回はですね、さらっとだけね、映しちゃいますとね、今回はですね、まあそのね、廃墟関連のですね、この活動がですね、まあ今回で10件目に当たるということでですね、10件目に当たるということで、今回はね、いつの間に、まあ10件目に当たるということで、まあね、まあちょっと手法を変えようじゃないかと、はい、いうことですね。はい、モーミーさんどうぞ。なんだこれは。なんだ。あ、落ちた。あ、落ちた。これはですね、まあサイコロ振ってね、はい、この出た目のとこに、はい、キーワードのとこに行こうじゃないかと、ね、こうただ単にね、適当にポンと言ってもですね、はい、まあいつものことでね、飽きたなと思ったんで、今回はね、このサイコロの目でね、行く場所をですね、はい、決めようじゃないかということでですね、心霊トンネル巡り、はい、トンネル巡りですね。トンネル巡りですか。トンネル何個か行きましたね。まあ、行くんですか。行きますよ。行くんですか。まあ今まで行った場所ね、そんなに心霊関連うんぬん関連が あんまりなかったんで、まあ今回はね、心霊関連のお話があるトンネルに行こうと。なるほど。じゃあ、はい、出ちまった S 峠の温泉跡地ツアー。はい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 。これはの S 峠、どれくらいかかるんですか。まあ100キロぐらい遠いんですけど。まあこの時間帯にしたら舐めてんのかって言いたくなるような、まあ、いやでもまだあの現在の時刻は8時半ぐらいですか。20時ですね。そうです。20時半ぐらいということで、100キロ、これからね、出てしまった場合はそのほうに行きますから、100キロ先のですね、S 峠に行ってこようと思います。はい、じゃあ次3、楽するな廃屋一軒サイコロもう一回。はい、ということでね、廃屋に一軒行った後にですね、サイコロをもう一回振ってどれかに行こうと、さらにどれか行こうと。これは無限ループも無限ループなしにしましょう。やったら、いや朝になっちゃうんで、やったら、3が連続で出たらどうなるんですか。3が連続で出たら一応ストックしてる俳句がなくなり次第終了ってことですか。そうしますか。そうしましょう。楽しちゃいけないね。文字でも書いてる通りです。楽しちゃいけなかった。わかりました、ごめんなさい。はい、妥協は許さないですね。じゃあ4、はい、近場でいいじゃん S 峠廃屋2軒、はい、はい、これはまあストックしてるうちの。そうですね、さらっときたと思いますよ。あれですね、2連つながって。そうですそうですそうです。まあちょっと探したとこですね、僕と佐賀さんがね。はい、じゃあ、撮影も神頼み夜のお参りツアー。はい、ということでね、わけのわからない神社に行きたいと思います。はい、なるほど。突撃したい。とか奥が見えない系、奥が、そうです。ちょっと先が見えないね、はい、その先どうなってんだろうっていうところのね、適当に行きたいと思います。はい、はい、じゃあ6番、はい、日本海荒波目の前トンネルツアー。はい、ということで、一番これ見たくない文字なんですよね。我々いるのが、はい、まあ一応いわゆるオホーツク、オホーツク海ですね。はい、日本海っていうと、まあ要は全然反対ですね。横断しますね。全然もうまるっきり反対の海。結構時間かかりますよ。時間にして2時間ぐらいは。そうですね、これあれですね、2番の出ちまったってとこと大入ります。はい、はい、僕個人的には6番1番出てほしくないですね。サイコロね、佐賀さんにね、回してもらおうじゃないかと、いうことで、あまりにも、はい、画用紙で作った長方形のサイコロが出てきたんで、さすがにそれはねえだろうって言って、目の前にあった段ボールでね、はい、ね、作りましたよ、佐賀さんがね。ということでね、行っちゃいましょうか。振りますか。振ってください、はい、お願いします。何が出るかな、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 じゃ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 、何を出してくれてるんだ。やっちゃった。
2番、2番です。出ちまった。エス峠の温泉跡地ツアー。あー出しちゃったよ。どうすんのこれ、行くの？いやもう素直に行くって言いましたね。行くよね。行くしかないですよね。行くしかないよね。ということでね、もうね、仕方ない、諦めようか。出ちゃった、エス峠の温泉跡地ツアー出ちゃったね。ということで文字通り出ちゃいますね。あの早速ね、仕方ないので早速これからね向かいましょうか。本当に帰りたい。すいません、あの出たとこね仕方ないので本当に向かいます。ということで行きましょうか。はい、レッツゴー。はい、どうも。ということでですね、はい、あのあれからね、ちんたらちんたらと車を運転してですよ、はい、あのエス峠のですね、はい、あの廃旅館ですか、はい、廃旅館、廃ホテルですか、はい、まあ、来ちゃったわけですよ。帰りたいです。はい、電気パターンをつけてですね、オープンもあるんですけど、せーのどーん、はい、どーんということで、ね、本当の真正面からはね、ちょっと撮影しにくい状況ということで横からいさせていただきましたよ。すいません。ということでレッツラドーン。うぃー、来ましたよ俺。いや、来ましたね。来ましたね俺。男のロマンじゃないですか。ということで、お風呂場に。おまず、旅浴場、こんなにですか。経営してる時に来たかった。こんなにですね。これは、部屋はちょっとカビ臭い匂いが。だいぶカビ臭いですね。はい、失礼しますよ。そうなんですね。いろいろとね、こうメニューありますね。味噌、醤油、うん、はい、すいません、失礼しますよ。いやおぉマジですか。マジですって。これ、多分麻雀ですね、ああ麻雀ゲーム機ですね。はいはいはい、カンポンチーって書いてますね。はい、ちょっとね、問いつつね、ギリギリまで行っちゃう僕なんですけど、何ですか。おっ、どうしました。どうしました。何にビビりました今。もしかして俺のせいですかね。ありのままの事実を喋るぞ。はい、ドア押されたっぽいんですけど、気のせいですか。急に軽くなったんですけど、ドアいきなり。やめましょう、ここ。ちょっと怖いですね。やめましょう。やめよう。あの、ちょっと待って、あのね、無駄な生活感怖い。絶対誰かここで寝てたって。おー、カーテンを布団にして、だってほら、あ、寝泊まりしてたっぽいですね。いきますか、額縁チェック。はい、はい、お願いしますよ。額縁チェック、どうぞ。大丈夫ですよ、入り口は繋いですからね。これ何ですかね、なんかタコ部屋みたいな感じにギチッとしてますけど、うん、なんか天候取られるそうですね。ショーカン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 と整列、すごいですね。浴室じゃなかった、トイレ、ああユニットバース、まあ、あの鏡があるんでね、ちょっと上あんまりね映すのはダメかなと。なんかここだけ他と全然違います。あ、ん、あ、心臓に悪いぜ。どうしました。はい、いうやつですね。結構お金上がりですよね。私ですか、うん、いや、あったところで、ね、そうですね、多分ね、一番奥行ってね、問題はあそこの建物ですね。奥にちょっと見えてる ね、 あそこに行けてないんですよね。そうですね。ということで一回ちょっとここで切らせていただきまして、ええ、ちょっとね探してみたいなと思います。もし入り口が見つかれば、そうですね、ええ、まあまたね撮影しようじゃないかと、はい、ということで、はい、一旦失礼します。